こんにちは、和田芳美です。今日の姫ご飯はいちごの生チョコタルトを作っていきます。それでは作っていきましょう。それでは解説していきます。でまず最初にグラスとかね、マグカップにお湯を入れて、でその中にチョコペンを入れて、まあ、1分ぐらい入れておくとチョコレートが柔らかくなるので、チョコレートが柔らかくなったら作っていきます。で最初に作るのはチョコペンで作るハート型を作るんですけど、クッキングシートを敷いた上にチョコレートでねハートを描いて、で中をぐるぐるってするだけで簡単に可愛らしいチョコのチョコレートが出来上がります。で今回タルトは9個分作っていくので、まあこのハート型も9個分作るんですけど、チョコペン2本だと結構9個がギリギリなんですよ。なので念のためチョコペン3本用意しておいてあげると、もしね失敗しちゃった時でも安心です。でさっきのハートのチョコレートは冷蔵庫で冷やしておいてあげてください。でこのチョコレートは湯煎にかけていくんですけど、チョコレートにバターを入れて、で湯煎で溶かしていきます。でこの時にそのボウルとかね、あと使うゴムベラとかにお水がついてると、お水とチョコレートって分離してしまうので、必ずお水は拭き取った状態で使ってあげてください。でここに生クリームを加えていくんですけど、生クリーム、冷えてる生クリームを入れちゃうとチョコレートが固まってしまうので、電子レンジで20秒ぐらい軽く温めた状態でチョコレートに混ぜてあげてください。で今回生クリームはチョコレートの量に対して生クリーム結構多めなんですよ。なのでその冷えても柔らかい生チョコになります。で口金はこれギザギザのやつそのまま使ってあげてもいいんですけど、何絞り出した時に丸い方が可愛いかなと思ったので、今回口金丸くしてるんですが、お好きなように使っていただければと思います。でこの絞り袋にさっきのチョコレートを流し入れてあげてください。でチョコレートの温度自体もそんなに高くないので、そのまま入れていただいて大丈夫です。はい。でタルトは普通にねスーパーで売ってるようなタルトを使っていきます。で冷蔵庫で冷やしておいたチョコレートはちゃんと冷えてるとねこんな感じで簡単に取れるので、とりあえず先にチョコレートは取っておいてあげてください。でタルトに生チョコを入れて、でいちごを乗せて、でハートのチョコレートを乗せて、あとアラダをねパラパラってかけてあげてください。で出来上がったのは一旦10分ぐらい冷蔵庫で冷やしてあげて、でそうすると表面のチョコレートが固まるので、そしたらラップをふわってかけてあげて、で1時間以上冷やしてあげてください。では完成です。できました。では味見していきます。ではいただきます。このね生チョコ自体が結構生クリームたっぷりで柔らかめに仕上げているので、タルトにした時にこのタルトの外側のサクサク感と生チョコのね柔らかな食感が合わさってとっても美味しいと思います。ちなみにラッピングはこんな感じがおすすめです。ちなみに保存期間としては冷蔵庫で 2,3 日が目安になるんですが、そのバレンタインとかのねプレゼント用で考えると、その人にあげるっていうことを考えると、渡す前日に作ってあげるのがおすすめです。もしね渡す前日には作れないっていうのであれば、どっちかというと生チョコタイプじゃなくて焼き菓子タイプの方がおすすめです。ぜひ作ってみてください。最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。さよなら。これねレシピがすごく簡単なのに結構手が込んでるように見えるのでおすすめですよ。